すごいねそれ。立っていくらしたの？2万ぐらい、うん、高っ。左でほっ、ああこんな出んの？51。マジ、うん、こんな出る、やば、マジか。もう、ま、待って、もう一回右やるわ、うん、こっ、あーあ、ちょっと下がった下がって、うん、74か、74か、現代社会だから現代、ん、あー、なるほど、こういうとこか。問題数少なめだな。あのね、物理と数学がやばかったよ、ほんと。もう赤点ギリギリだった。赤点じゃなかったけど、体育なんだもん。そう、体育、保険と体育なんかあって、うん、で保険の方が高かった。今回あれさ、それ9教科帰ってきて550点だったの、うん、9教科で550点。低いよね、結構。いや、まあ、でも高くもないけど半分以上はある、うん、一応半分でも、半分だよ、でも。でも高くはないな。高くはねえけどな。700は欲しかったんだよ。700は欲しいな。おぉ、すごい。さ、夜景じゃない。夕日。なんかね、昨日見に来たんだけど、もう沈んじゃってたっていう。ああ、いや、持てねえな。日が沈むのほんと早いから。あ、綺麗。すごい。まだ。視力が良くない。確かに、目にいいかもね。でもね、あれまだ夕日ではないか。夕日ではない。普通に、あ、でも綺麗な時間帯かもしれない、うん、いいね。もうちょっと8月ぐらいになれば、うん、うん、もうそろそろ8月だもんね、うん、7月も、もう後半だもんね。確かに、涼しい方じゃない、うん、例年より。うん、なんかね、そうなんだよ。いつも30度とかさ、毎年超えてるけど、記録更新する。40度ぐらいだったらどうする？40度は低すぎる。磐梯山めっちゃ綺麗じゃん。あの雲のかかり方が綺麗。そうそう、あの雲のかかり方はすごいよね。いいよね、めっちゃ綺麗。今日金いくらぐらいですか？金？いや、今日は1000円ぐらいで納めときたいな。じゃあ今日貸してくれ？ん？明日返すから。あ、いいよ別に。なんか今日さ、あのそんないっぱい使ってもなんかあれだしね、夕飯がてらだから、うん、いやいいね、やっぱ駅の奥で花火大会あったよね、11月ぐらい。ああ、あの田んぼのとこでしょ、うん、あれ今年もやんのかな。いや、あれやってもらわないと困る。やってほしい。困るんだよ、あれ今年一緒に行くべ。うん、あれだね、なんかすごいよね。ねえ、あ、すごい。なんか、あ、でも、ね、規模で言ったらさ、塩川のやつの方がすごくない？まあ、規模はね、だってあれだってすごい花火使ってるじゃん。うん、何万発とか使ってもね、あれ、うん、まあ、場所の面積的に、まあ、必然的にそっち有利、うん、確かにな。やってほしいな、あれ。ちょっと調べとくか、うん、てか、7月の下旬ぐらいだっけ。いや、7月の終わり頃じゃなかったかな。じゃあそろそろか、じゃあ調べてみようか、うん、あの小貝神社が8月。あ、そうだね。あ、小貝神社も行かないと。うん、小貝神社も行って、うん、なんかあの去年そこでなんか持ち帰ったんだよね。持ち帰った記憶ある。あ、なんだっけ、酒だ、うん、そう、酒なんか一升瓶みたいなのは、うん、うち10本ぐらい当たったんだよね。10本当たって長谷川にちょっと持って帰ってもらったと。なんかその他になんかさ、魚みたいなのも当たったじゃん、なんかすごい。サバみたいなやつ。そう。ちょっと帰ったんだ、あれは覚えてる。今年もないとマジで2020年、あの、ほんとクソつまんない。ほんとそれ。もうやってほしいな。うん。でもね、この祭り、今日この祭りやってるから、まあ、うん、ある可能性あるね、うん。でもどうだろうね、花火大会相当な密だったもんね、あれ、うん、あんだけ広いけどさ。とかあれめっちゃ綺麗じゃないですか、夕日。あそこから覗く、ちょっと時間早かったもんな、上行くの。久しぶりに公園。そうだね、久
この時間帯いいかもね、やっぱり。どこ行くのもいいかも。もうちょっと日、もうちょっと日が暮れると。まあ、日差しがね、あればいいんだ。ちゃんと2メートル離れろって書いてあるよ、あれ。離れません。離れません。離れ、いや、そんな効果ないと思うよ。まあね。2メートル。どうやって2メートルって。でもそんなにさ、うん、密集しないでしょ、ここの公園っていうか、うん、あんまり。カラムーチョ。ポイ捨てダメですね、これ。これアホがいるから。ダメだよ、本当に。あれですか？ねえの、やばい人ですか？どこにいんだろうね、そういう人。うん。まだ出没すんのかな、なんか昔結構新聞紙敷いてさ、うん、寝てた人とかいて怖くて近寄れなかったんだけどさ。あ、結構若い人で？若い人かは分からんけどさ。いや、近寄れないもん、怖いから。普段、この人やね。いやでも、どうなのかな今。若い人だったら怖いな。でもさ、こういうのできるとやっぱよりってか、多分ここ照明つくんだよね。そうだよね。だからあんまり治安悪くはなんないんじゃね、うん、こことかね。うん、すごい、こういう欲ていうか、あの噴水出たところをね、一回も見たことないんだよね。ある？確かにない、全然ない噴水一回もない。あ、結構人いるな。どこですか？いや、女かな。すごい。でも、もうちょっと草とかさ、うん、これちょっと買った方がいいと思うんだよね。草？草はなんか、その地面の草みたいな。あれ、まあ、あの程度だよね。噴水。これまず水が、てか水抜けてね。え、水抜けてね。怖っ。あれじゃあ、これトイレあっちにあるよ。なんかやってんのかわかんないけど。え、これさ、なんか怖くね、これ。なんか配管てか、なんかこの底が露出してんのってさ、ちょっとね、なんか怖くない、この雰囲気。何が怖い？え、なんかさ、普段水に埋まってと思うとさ、あ、ここ埋まってた。だってここあれじゃん、全部あの水だったの。そう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 。そこ抜けたらなんか汚いね。怖え。てかさ、やばくね、めっちゃ腐食してんだけど、あれ錆びてるよね。やば。てかこれ動作すんのかな、こんなサビサビだけどさ。しないだろ。やばいよね、普通にこれ。降りてどうぞ行ってらっしゃい。さすがになんかめんどくせえな、これ段差が。いや、てかここの中とか考えると怖くね。あ、この下、バーってなってんじゃんよ。そう考えると怖いじゃない、やっぱ。よいち読むのかな。すごすごいよ。人がいすぎてやばい。なんか食べる。いや、ちょっと待って、まだ早い。早い？持つとかじゃん、持つ。持つ。1000円以内で収めるかな。てか人多すぎてあんま長居しないかも。この何？ツタヤ？ネジメラ。地下。地下。塾じゃん。地下。うん。そうでしょ。え、なんて読むのあれ？用意でいいのかなあれ？酒中心なんだね。めっちゃ綺麗じゃね。今行ったら多分絶対綺麗だね、あのオレンジの上。あ、そこか。え、だけどもう火落ちてるから。でも空が綺麗だと思う、絶対これ。このなんかいいよね、グラディエーションがさ、なんかこういう店なんか不思議。あ、いいね、今度行ってみる。行ってみて。なんだろう。え、何やこれ、飲み屋じゃね、普通に。え、
イベントなんか飲めるようになったらさ、うん、普通に行ける店の枠が広がる気がするけどね、うん、まあね、すごいカラオケ行ってる最近。行かない。最近っていうかさ、人生で1回も行ったことない、うん、あ、そうなの。うん、嫌いだ。会社でそういうの断ってなんかあれなんだよ。そうらしいね。俺も全然さ曲とか歌えないんだよね。俺洋楽しか聴かないしさ。あ、聞く派だよね、うん、音楽歌える曲ってないな。あ、カラオケこれ、あ、そうそう、これ、ね、これこれこれ、ロイヤルプラザ。行ったことある普通に見てるだけだって、まあ、食って見てるだけだったって、うん、ここのねソフトクリームカラーにした記憶がある。まあ、でかい。ここってさ入れるの、なんだっけ、ん、あれんじゃね、ボーリングがある。ボーリングやってみたいけどね。やってみたくね。やってみたくない。くだらない、そう、もっと違うことになる。飲み屋、なにこれ、ヒデオ、青春館。青春館って、あ、青春通りだもんね、野口ヒデオ。このカラオ、なんか、わかんないですか、日本人、日本史で情報。のなんかここら辺のあのここら辺のあの土地にまつわる、土地はわかんない、土地はわかんない、土地っていうかここら辺での出来事みたいな。いや、それはわかんないな。わかんない。あのその人物についてのエピソードとかがあって、あ、いろんな研究してさ指くっついちゃったみたいな。あ、らしいね。それでなんかそのに外国で死んだみたいな。ああ、蛇かなんかにやられたんだっけ。いや、ただえ、いや蛇じゃない。野口英世、偉大な人だからね、千円札になって、うん、野口知らない人いたらやばい。知らない人はいないって、日本人だったら、うん、え、でもここ、え、野口英世って生まれたの猪苗代だけどさ、うん、ここって何が関係あるの。え、何なんだろう。青春通り、何なんだろう。野口英世が青春を過ごした通りみたいな。そのまんまだったりしてな。え、どういうことなのこの通りは。じゃあ青春過ごしたんだよね。そんなネタみたいな。なんかエピソードがあん、な、あんじゃないの、ここら辺にまつわるさ。聞いたことねえな。え、ない、うん、何なんだろう。え、青春過ごしたんじゃないの。ここら辺に住んでたとか、普通に。わからん。なぜ。すごい。ここら辺あんま来ないけどね。うん、まだ来ない、うん、だってあの人必ず10分遅れてくる。、まあ、とりあえずもう一人呼んだと。でもね、人が多いとも人数も多い方がいいかもね。まあこういう時はね、うん、3人ぐらいいた方が。だってなかなか2人で歩いてる人確かにね。あ、結構人、いや、でもいや、ここじゃないじゃん、もうちょっと奥じゃん、祭り。ああ、こういうとこ歩くのなんか全然こういう機会以外ないから。うん、いや、なんか落ち着くなこれ、うん、めっちゃガタガタ言ってる。これちゃんとくっついてんのかな。普通にバラバラ、普通に放送した方がいいと思うけどな、うん、放置した方がいい、うん、ね、なんか俺の制服、なんか制服ってきつくね、あれ。きついでしょ、あれ。運動に適してないから、うん、運動しねえけどさ、うん、なんか普通に俺ジーンズと T シャツとかなんだよね、いつも休日って、うん、絶対そっちの方が制服の人いる。いや、でも結構いるじゃん。休日は絶対制服着ないんだよね、なんか堅苦しいじゃん、うん、学校に行きますね、うん、確かに。あんまりいい気分しないんだよね、別に制服着たとしても。狭っ、この通り狭いな。うん、自転車はこんなんだ。自転車怖いよ、ここ、うん、あのね、一方通行だから、うん、こう行くときは怖い、自転車。こっち向かってくるときは大丈夫なんだけど、怖いな、一通じゃん、ここ、うん、だからあの北の方に行くときは怖いよ、これ、ここ、うん、買って、こうやって動画撮るならこれ64使ってけど全然足りないね、すぐいっぱいになるし、
あのだから今から買うならあのストレージこうアップグレードとかできるのね、うん、だからあの128はあった方がいいような気がするね。ちょっと値段は高くなるけどさ、そこにさまあさあの ゲームとかも入れるかもしれないじゃん。そう考えるとさ、でもね写真をちゃんとやるならあの11 Pro とか買った方がいいと思うよ、うん、あのちゃんと撮りたいならね、あのカメラを重視するなら、カメラを重視して、うん、ちゃんと動画とか撮るなら11 Pro の方がいいと思う。プロって何ですか？プロってそのプロが使うその普通のあのベーシックな端末よりも、うん、その性能が高いみたいな、うん、そういうやつなんだけど、カメラがさ今3つついてんじゃん、はい、標準のカメラと広角と望遠ってあるのね、うん、で広角だとすごい広く視野が取れるから、うん、広い視野がだから広角が欲しいなら11 Pro かなって思う。まあ実際にまあお店とかでさ展示してあるのいじってみれば分かるけど全然違うよ、その標準のレンズと広角のあれって。ちょっと少なくなった気がします。でも規模自体は小さいから余計人が密集するんだろうね、うん、ここだけだもん。これはまるで産業革命ってのはイギリスでいろんな主要都市がいろんな狭い主要都市にすごい人口が集中して、あの地下住居も作られるほどの。あ、なるほどね。もう地上だけじゃ多すぎて。さあもう一度酒飲めた方が楽しいと思うんだけどねこれ。串カツとかいいじゃん。串カツ。やっぱ酒ばっかなんだよ。とりあえずリオンドールに、リオンドールでなんか食べましょう。腹減った。すっごい腹減った俺。関西やっぱ半額になってからいいよね。あ、そうなの。ほら半額になってんじゃんこれ。超安くなってんの、この黄色い値札で。普段340円ですか。うん。でもほとんどさ、うん、安くなってんね。弁当とかさ、250円だぜ。200円とかさ。お、やばくね。じゃあ、でもどれにしよう。じゃあとりあえず今日の夕飯です。やっぱさ半額はでかい気がするんだよね、うん、安くないこれで199円って。普段380円ですね。うん、安いね。ここら辺とかなぜか。あ、ありがとう。団子を買ってしまったっていう。どうだっか、アジフライ超絶怖くないですかこれ。いやよし、トイレ、トイレ。トイレ行きますか。ホラーだな、多分。横向きはっちゃ方行きたいですね。横向き行きたいね。うん。あそこら辺周り森でしょ、森っていうかさ。うん。そうだ、なんもないでしょ。いや、結構さ、猪苗代湖も怖い、怖いじゃん。うわ、怖っ。この明かりもなかなか。なかなか。なかなかちょっと怖くない？またまた。でもこれあるだけいいよね。まああと周り車走ってっから、ね、お、いいじゃないですか。この静けさ。うん。あ、でも空間的には落ち着くかも、うん、あ、いいね。あ、でも落ち着くかもここ。いいんじゃね？ねえ。この明かりの色。あ、落ち着くわ。これだとちょっと治安いいかもね、やっぱり。うん。ちょっと。うお、暗。
これ街灯一つないのね、なんか照らしてくれればいいのに。うん、段差段差。あ、危ない。ここ段差あるわ。はい。あそこが階段だね、多分。そこ階段です。照らすか。なんかさ、これめっちゃカメラホラーなんだけど、ホラーホラーじゃない、なんか結構あ手ぶれがえぐいな。ちょ、これヤバめのトイレ。だってこっち電気ついてない。ヤバ